今日のラストカードを迎えました注目の12レースファン選抜ドリーム戦です。ファン選抜ドリーム戦です。人気を集めました2人の戦いになるのか、2人のレースになるんでしょうか、2人を破るメンバー出てくるのか。3秒前、12レースファン選抜ドリーム戦選抜予選スタートしていきました。2番のマスカ、3番の佐藤真彩香、ここは2番3番と出てまいります。4番に吉原も好ポジション、鈴木圭一郎が中段の位置。さあここは8番の青山周平も入ってくるところであります。2番手で上がってきた4番の吉原京介が同期をさばいて、ここは2番手浮上となりました。8番の青山周平が鈴木圭一郎一歩前に行った。2周の1コーナーでは8番の青山周平ナンバーワン勝負服が3番手浮上となっています。先頭1番の小林瑞希リードはまだある。4番の吉原京介ついていく。8番の青山周平が3番手、その後ろが3番の佐藤真彩、鈴木圭一郎は中段の位置です。さあ接触があったんでしょうか。2番のマスが、さあここは後方に下がっていきました。6番の早川聖太郎、その前が5番の新井啓太です。先頭1番の小林瑞希リードはほとんどなくなってきた。4番の吉原京介、8番の青山周平も一発狙っています。レースは残り半分です。1コーナーで3番の佐藤真彩をさばいていった。7番の鈴木圭一郎が4番手浮上となりました。1番の小林瑞希、2番手は4番の吉原、3番手が2番手上がってくる。青山周平が1着を取りに行く。さあ2番手上がってきたナンバーワン勝負服、8番の青山が2番手浮上。レースは残り2周を切っていきます。1番の小林対8番の青山となった。その時7番の鈴木圭一郎は4番手から3番手上がってくるところ、4番の吉原が4番手交代となった。先頭2番手こじ開ける。8番の青山周平が先頭で青旗目にして最終周回です。8番の青山対1番の小林、そこに7番の鈴木圭一郎が上がってくる。先頭は8番の青山、セーフティーリードとなったんでしょう。1番の小林、3番手が2番手、7番の鈴木圭一郎が上がってきて2番手浮上となった。上位体制は8番7番1番です。青山単独勝ちです。レース2連単87450円、2番人気2連複7と8 170円1番人気、3連単871 11180円は30番人気、3連複178 3200円となりました。本日は着台審議となりました第12レース